はい、どうもです。今日は色塗り企画ということで、今までね、しましま柄と水玉柄を作ってきたんですけど、今日はまた新しい柄に挑戦していきたいなと思います。で、今回挑戦する柄は、花柄。花柄って皆さんわかりますか？イメージで言うと、俺のおばあちゃんが着てたな。使う武器なんですけど、今回は竹を使います。竹だけを使って、花柄に近づけていきましょう。はい、それでは竹を使って花柄を作っていきたいなと思います。で、今回使うステージ、しょっつる鉱山。ちょっとね、平らででかいから一番やりやすいかなと思ったのが理由かな。はい、よろしくお願いします。仲良し。よーし、どうしよう。一応ね、リハーサルというか、どんな感じにするよとは他の人に伝えてあるんですけど、ちょっと待ってね、アサリが邪魔だから捨てちゃいますね。このアサリはね、邪魔になっちゃうからね。一回捨てて。あ、待って、もう味方作ってたね。俺も作っちゃおう。まずね、この五角形、五角形っていうかね、5個の方向に竹を打ちます。フルチャージでいいんだ、これは。で、これがね、花びらの部分になるから、あとは、こんな感じで。ペチペチして、形を整えていくと。あー、ありがとう、ありがとう。いや、味方撃ってくれた。これ一緒にね、他の味方と一緒に、協力して作っていかないと、お花にならないので、これどこだっけ？なんか、おしべだか、めしべか、わかんないけど、花粉が出るとこだね。花、ちょっと花についてあんま詳しくないんですけど、小学校の頃やったな。朝顔の観察とかしてきたな。よし、ちょっと外側綺麗に塗って。これ色的にはなんだ？ラベンダーとかか？ラベンダー、いや、パンジーかな？紫の花のイメージってなんだろうね。まあ、個人的にはネモフィラとか、うん、ラベンダーとかな気がするけど。ネモフィラか？よし、いい感じ。ちょっとアサリ捨てちゃおう。アサリいらないからする。これ直すか。味方がやってくれたやつ。今度俺が花粉になろう。俺が花粉になる、なんかパワーワードだな。ちょっと真ん中でかくなっちゃったから後で調整してもらおう。こっちでもやってる。みんな作ってるね。あ、うまい、うまい、あっちうまい、綺麗、花っぽいね。なんかちょっと雑だぞ。ちょっとなんか、花びら雑だぞ。これさ、斜線を置いてたら来てくれるかな。直して。これ直して。気づいて。気づいてくれ、これ。これ、汚いから。汚いやつ。くっそ、後ろ綺麗なんだよな。ほら。あそこめちゃくちゃ綺麗なんだよな。ちょっとこっちにも作っていきますか。ちょっとコンベアがあるからさ、変な感じするけど。よかったね。このコンベア動いてたら大変なことなんですよ。よかったね。普通動くからさ、普段。ガチアサリにすると、動かないみたい。動いてたら大変なことになってたでしょ。あ、でも待って。ここ段差があってちょっときついかもしれない。やばい、汚くなっちゃったかもしれない。これはまずい。ちょ、頑張って修正しないと。いや、これはまずい。これはまずい。待って、ここも雑。俺のとこ雑。ちょっと待って。いや、待って、黄色いさ、花粉くれたら、花の花粉くれたら、まだワンチャン。誰か、誰か来てくれ、ここに。ちょっと伸ばしとこう。ちょっと大きくすれば修正効くでしょ。あ、待って、時間、あ、でも時間大丈夫だ。延長線がある。延長うまく使っていこう。え、花粉来ないかな、花粉。受粉したいです。受粉したいです。花粉来てください、花粉。花粉、花粉、花粉、こっちこっちこっち、花粉来て。受粉させて、俺を。受粉させて、マジでパワーワードな気がする。ありがとう。ありがとう。受粉しました、皆さん。俺受粉した。これで、花の形にしていこう。てか、味方手伝ってくれてるな。ありがたし。いやー、なんかパッと見花じゃないんだよな。もうちょいでかければいけるか？
やっぱこれ段差が、足引っ張ってる段差が。こんなもんかな。こんなもんかな。いいね。よし。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。受粉させていただきありがとうございました。良いでしょう。でも大丈夫そうだし。他なんかダメなとこあるかな？大丈夫そうじゃない？こっちにもさ、つけとこう。あ、待って、ここ動いてるじゃん、コンベア。これ、コンベア避けなきゃ。誰か来てくれ。来てくれ、花粉、花粉来てくれ。気づいて。気づくかな？こっち見たぞ。来てくれ、こっち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 。これ、線で。あ、ありがとう！スーパージャンプで戻ってきた。ありがとう。こっちにもつけとくか。まだいけるべ。ね、ちょっと狭くなっちゃうから、ちっちゃめで。よし。よし、ありがとう、ありがとう、ありがとう。やっぱね、花柄だからね、数は欲しいよね。そんな近くなければ、集合体恐怖症の俺でもね、見れるから全然。だからこの間水玉模様あったんですけど、めちゃくちゃだったよ、あれ。すごかったよ。オッケー、いい感じ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 。あ、なんだ何してんだ俺もやる。これずっと投げれるよ。永久に投げれるよ。アサリ無限だよ。すごくないこれ。無限だ。あ、終わっちゃった。おい、花。花できたよ。はい、先ほどすげえいい花柄を作れたと思うんですけど、どうでしたか？結構花びらっぽくなってたし、個人的には成功したんじゃないかなと思うんですけど、今回ね、今回俺エクスプロシア持ってるんですけど、エクスプロシア使って、大きい花作ろうかなって思います。でさっき花びらを5発やってたじゃん。これはエクスプロシアでやります。さっき、なんかちっこい花だったんですけど、今度は大きい花をね、一本だけ作ってみようかなという、目論見ですね。ここら辺かな？これさ、やり直し効かないからさ、ほんと気をつけないとね、ミスっちゃったら、あ、こんな感じ？どう？あと修正で効くか。オッケーオッケー、みんな手伝ってくれてる。よし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 。あとね、真ん中の花粉が来てくれれば。来た！来た！花粉が来たぞ、花粉が。よろしくお願いします、花粉。おーいいねいいね、もうこれだけで花っぽいよ。いいんじゃない？あと伸ばしてくれてるのか。茎の部分つけてくれてる。もうお花にするから、花柄じゃなくてお花。お、綺麗になった。丸、見て、丸が綺麗に。すごい。すごい、見て。結構綺麗じゃない？よし、ここ。つなげて、花っぽくしよう。ナイス、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 ナイス。オッケー、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 オッケー。あと、丸みを見よう。丸くしよう、丸くしよう。ここ丸くしたらいける。やばい、みんなでやるとこんな早いんだね。やっぱ8人でやるとめちゃくちゃ早いね。これさ、他の人、茎作ってくれてんだけど、茎。え？待って、でかい、でかいってか長い、なんかいびつすぎる。マジでいびつすぎる。しかも矢印みたいになってたけど。なんでこんなになってんの？なんかぶっとくね。最近のお花ってこんな感じなの？なんか無駄に栄養が茎にいってない？って頑張ってるけど。頑張ってるな。すげえ頑張ってる。茎を太くするのにめちゃくちゃ頑張ってる。ナイス。イェーイ。これさ、遠近法を使ってさ、遠近法っていうか高低差をうまく使ってさ、もっとでかくできるべ。さ、茎がさ、めちゃくちゃでかいじゃん。花びらもでかくしないとさ、全然不自然になっちゃうじゃん。なんか一回崩すのほんともったいないけどさ。でかくしよう。ここかな？
で、これをさ、うまいことさ、地面とつなげていけばさ、でっかい花になると思うんだよね。俺、こんなもんやろ。オッケー、オッケー、オッケー、終わった。チューリップみたいになったぞ。これはチューリップだ。